はい、おはようございます。栃木の竹志農場です。今日はね、1月の25日です。で、数年に一度の大寒波っていうことでね、栃木県の今朝の最低気温はマイナス4度でした。動画をね、今日1本目上げたんですが、今映ってるのは竹志農場の、いちごをね、入れておく、ビニールの温室の様子です。で、ここがね、温度が上がっていれば、今自分の部屋にいちごを堆肥してるんですが、こちらのね、ビニール温室の方が太陽も当たりますし、温度が上がっていればこちら移動しようかなと思ってたんですが、今の温度が、7.8 度です。まだ10度に届いていません。あ、こっちか。はい、こんな感じでね、 7.8 度、よっこいしょ。これ分かりますかね。10度に届いていません。で、今自分の部屋の温度がね、11度なんで、まあ15度ぐらいになればね、こっちへ持ってきてもいいのかなと思うんですが、10時半の時点でね、7.9 度なんでね、ちょっとお昼頃にならないと、15度くらいになってこないのかなと。要はもうね、温室の方に太陽の光は届いてるんですが、もう外気温が冷たいんでね、上がりきれないという状態らしいですね。はい、今日はね、もう外寒いんで、予報ではね、0度だそうです、最高気温が。ちょっと寒いんで、今日は一日、部屋にね、いようと思ってるんで、ちょっとね、逐次この温度を確認して、10度を超えるようでしたらば、15度を超えるようでしたらね、部屋から、こちらの方にね、移動しようかなと思っております。はい、そういうことでね、今日は本当にね、寒いんで、皆さんね、体調を崩さないように、お過ごしください。このビニールの温室の中もね、いつになく今日は寒いです。はい、以上です。はい、12時になりました。温室の温度は 15.1 度ですね。私の今いる部屋とほとんど温度的に変わりないです。で、まあこちらの方がね、直射日光は受けるんですが、もう12時なんで、この後温度上がっても25度を超えるってことはないと思うんでね、もう今日は外気温が低いので、直射日光当たっても温度上がりません。ですから今日はね、いちごの鉢ですね、こちらへ移動するのは諦めます。でも風自体もね、強いし、空気が冷たいよね。これから上がる要素はないので、今日の温室ですね、ビニール温室への移動は中止になります。で、ちなみに天気予報では、栃木県の最高気温は0度だそうです。だから上がっても1度ぐらいでしょうね、プラス1度ぐらい、まあ真冬日ですね。はい、そういうことで、今日は、ちょっと、こちらのビニール温室へいちごのね、鉢を移動するのは中止にします。以上です。